フランコ・エヴァンジェリスティは、イタリアの現代音楽の作曲家である。イタリア現代音楽の快素的存在と称えられる、彼は、当初高額を収めた後ローマで、ダニエレ・パリに、フライブルクで、ハラルド・ゲンツマーに支持して、新古典主義を鍛え込まれた。その後1五十二年から、ダルムシュタット書き現代音楽講習会に参加すると、物理学者、ウェルナー・マイヤー・エプラーの助けを得て、 セリー、偶然性、不確定性、電子音楽、環境音、自由即興などの極めて広い分野に基礎付けあるいは定義付けを行った。音楽とは科学の産物であるという彼の主張を当時、クレーブソノに電子音楽スタジオを構えたヘルマンシェル編が全面的に協力し、次々と前衛音楽の鉱脈を独力で切り開いた記載である。彼と交流を持った 作曲家には、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、アルド・クレメンティ、ルイジノーのラリー・オースチン他が含まれる。彼のフレーは、エアハルト・カルコシカの現代音楽の寄付に、いくつかが収められている。グルッポ・ディ・インプロビビソツヨーネ・ヌオーベ・コンソナンザで、即興音楽を盛り上げた、彼が、発起人になった現代音楽のフェスティバルが、ヌオーベ・コンソナンザである。この音楽祭には、 多くの日本の前衛音楽の作家も名を連ねている。1950から60年代は彼の名前を聞かない日は全くなかったものの、1970年代に入ると教職活動が多忙になり、聖チェチリア音楽院とカゼ・ラ、音楽院で教鞭を取り続けていた。1979年にこれまでの全活動を綴ったダルシレンツヨ、エーウン、ヌオーボ、モンド、ソノロを出版。 翌年に他界した極限的に厳密なセリーで書かれた辛口の音楽。長回しやロマンティシズムは一切ない。エディション RZ に一番過熱であった時期の作品が収められている。フランコ・エヴァンジェリスティ現代音楽コンクールがローマで長期間開催されており、日本の単独優勝者に伊藤美雪が唯一選ばれている。この受賞は朝日新聞の名古屋版で報道された。 ルカベルカストローも常連受賞者として知られた。ありがとうございます。